豚肉のマチャカと卵、ジャガイモを巻いたトルティーヤとサラダマチャカは牛肉か豚肉から作る伝統的な乾燥肉で水で戻してメキシコ北部やアメリカ合衆国南西部の料理に用いられる。この地域の雑貨店やスーパーマーケットで入手できる。乾燥肉が手に入りにくい地域では時間をかけてローストした牛のブリスケットやスカートステーキを削って揚げたもので代用される。 マチャカは、固く巻いて、タキイトスにしたり、タコスやブリトウにしたり、または卵、玉ねぎ、唐辛子等と共に皿に盛られる。マチャカはほぼ必ず、直径20センチメートルに達することもある比較的、大きな小麦粉のトルティーヤと共に提供される。入り卵と混ぜた、マチャドコンウエボは、チワーシューの甲府の朝食やブランチとして人気がある。この料理は主に、 メキシコ北部やアメリカ合衆国南西部では有名だがメキシコの中部や南部では仮想階級にはあまり知られていない乾燥肉は保存の最も古い形態の一つだが牛肉を唐辛子やその他の地元のスパイスと乾燥させたものはメキシコ北部の農場主やカウボーイが開発した冷蔵庫の出現後保存に脱水は必ずしも必要なくなった アメリカ合衆国で販売されるほとんどの乾燥肉はジャーキーである。メキシコでは未だ料理用やスナック用として販売されているが北部で少量である。多くのマチャカ料理はよく焼いた削った後望みの硬さまで肉汁で煮込んだ牛肉から作られる。アリゾナ州フェニックスではスープ状のものも乾燥したものもその中間のものも用いられる。 同州通村以南ではほぼ乾燥したもののみを用い、味や食感は乾燥肉を用いた元のものに近い。通村とそのら州では、カーンセカという別名では呼ばれる。ありがとうございます。